スタートしました。ばらついたスタート、9番ミュゼクリエイター出遅れました。まず2コーナーへ向かいます。前が広がって間から7番ノワールアンジュ引きかけます。そして外8番西のオンリーユー2頭並んで、外には11番黒龍の舞、さらには内から1番ラングレー、3番ライオールと固まりまして、向こう正面です。5頭が固まって、その後は1馬身差、外6番フェバリットブルー追走、間5番ルールブックです。そして4番のゼウスバローズは中段になりました。2馬身差2番のベルキャニオン追走、後方から3番手、あとは10番ハイノリッジがいて、最後方9番ミュゼクリエイター。11頭が向こう正面の中間を通過、3コーナーへ向かいます。先頭は8番西のオンリーユーです。しかし各馬接近、7番のノワールアンジュ並んでいきまして、1200を通過、外は6番のフェバリットブルーです。前が3頭となって3コーナーを迎えます。あとは2馬身差、外から接近していきます。11番黒龍の舞、ちょっと3番のライオール交代しました。今3コーナーをカーブしていきます。前から4番手が7番のノワールアンジュになって、内に1番のラングレーがいて、外に中段5番ルールブックです。あとは2馬身差3番ライオール、3、4コーナー中間を通過、さらにはゼウスバローズ、外が2番のベルキャニオンの体勢で4コーナーへ向かいます。後方からはハイノリジ、ミュゼクリエイター、各馬第4コーナーをカーブ、600m を通過、これから直線コースに向かいます。前が固まっていますが、6番のフェバリットブルーが今度は先頭か、直線に向きました。内は8番の西のオンリーを並んで、これから 400m を通過します。そして追い込んでくるのがルールブック、さらには外から3番ライオール、4番ゼウスバローズ、1番外は2番のベルキャニオンで坂を上がりました。広がっています。今度は外の2番ベルキャニオンか、ベルキャニオン、そのうち4番ゼウスバローズ、内からは1番ラングレーも差を詰めてくるが、内からラングレー、内からラングレー、そしてベルキャニオン、ゼウスバローズ、内から1番のラングレーだ、ゴリン、内から抜けた1番ラングレー、戸崎圭太騎手です。